僕はお金持ちの息子。最近僕の親父が話題のガーシーさんに4000万を貸したって話題になってるけど、親父にしたら4000万なんて軽い軽い。さすが僕の親父やね。ほら、お前何言うとんねん。そのキャラやめって言うとるやろ。早く帰って勉強せ。なんでなん？まったくしゃあないやつやな。彼の名前は麻生徹さん。東京美容外科の統括院長をしていて、息子の匠さんはお金持ちの息子で人気 TikToker になり、最近ではお金持ちの息子の父と呼ばれることもあるとか。そんな麻生徹さんは話題のガーシーさんに4000万を貸したことでも有名ですよね。ああ、このおっさんか。たまに TikTok で見るよ。金持ってそうだけど、こういう金持ちって悪いことしてたり、稼いでるアピールするだけで、本当は稼いでないやつとかが多いから、あんまり俺は好きじゃないんだよな。正直、私も初めはそう思っていました。でも調査すると本当は少し違っていましたよ。本当かよ。どうせちょっと苦労したことを大げさに持って話してるだけだろ。トラダさんは本当ひねくれてますね。それでは今回は、麻生徹さんのこれまでの歩みと、ガーシーさんに4000万を貸した理由についてご紹介していきましょうか。現在の麻生徹さんは、東京赤坂院を拠点に、全国100院以上のクリニックを運営し、グループの年間売上は200億を誇っております。所有する財産もすごいと噂で、所有するプライベートジェットは5億円。麻生さんの住居もある赤坂院の評価額は20億円以上とも言われます。ちょっとお聞きしたいのですが、麻生徹さんはすごく成功されていますので、やはり代々続く医師一家だったのでしょうか？そんなことはないですよ。実は私は奈良で生まれ4人兄弟なんです。親は在日韓国人で、父は会社を経営していましたが、倒産して借金取りが家に押しかけ、怖い思いをしたこともあります。意外にも医師とは無縁の生い立ちですね。そこから医師を目指して、現在のように多くのクリニックを経営するには相当の苦難があったのではないでしょうか。実は大学受験の頃には、父の事業がまた盛り返して、私立の医学部に入学することができました。とはいえ、周りに医者は一人もいないし、どう勉強すればいいのかもわからず、賛同しての合格となりました。ところが、大学2年生が終わる頃、また父の会社が危なくなり、授業料が払えないという状況になりましたが、なんとか銀行や親族、母の知人などに借金をして医者になることができました。よかったですね。これだけ苦労されてきたんですから、そこからは順調だったんですよね。いえ、実は医師になって最先端の医療を目指し、岡山にある病院で勉強に明け暮れていたある日、両親が私のところに夜逃げしてきたんです。またも父の会社が倒産したんです。研修医の給料で両親を養うのは無理だ。医師としても自分をもっと試したい気持ちはどうしたらいいんだ。親が私の医師としての夢を絶つとはなんてことだ。追い返せ。いや待て。お父さんは自分の会社が傾くまで私のために頑張ってくれたんだ。両親の人生を私にかけてくれたんだ。今度は私が両親を支えるべきだ。そうだ。家族のために私がお金を稼ぐんだ。そう気持ちを切り替えて、お金を稼ぐために美容外科のアルバイトに行き始めました。でも美容外科という分野は、当時では医師としてのプライドを捨てると考えられていた時代でしたよね。そうなんです。年収何千万なんで広告があっても、多くの医師は人を救うために医師になったんだというプライドがあって、お金に釣られないんですよ。私は学費の返済、両親を支えるため美容の道を歩み始めたのです。しかし美容の道へ行くことは友人にも言わずに、後ろめたい気持ちでいっぱいでした。でもある時、自分の中で考えの変化があったんです。コンプレックスが解消されて毎日が楽しくなりました。本当に感謝しています。あの人、結婚して子供まで生まれたんだ。このように感謝されることが多く、美容整形というのは患者さんの人生を支えることができるんだということを体感し、やりがいを持てるようになりました。
今では東京赤坂を拠点とする麻生さんですが、最初にクリニックをオープンしたのは島根県の松江という場所ですよね。そうなんです。スタートの時点ではクリニックを1施設できればいいと思っていましたが、技術がしっかりした美容クリニックで患者さんに安心して施術を受けてもらいたいという思いがあったり、父の度重なる倒産を見ていて、リスクの分散という側面からも倒産しないようにと考え、不安だからどんどん大きくなったのが正直なところです。患者さんとスタッフの両方を大事にする経営が成功の秘訣なのですね。と、そういえば麻生さんのプライベートも気になりますね。私は3回の結婚歴がありますが、現在は独身です。お金持ちの息子こと、匠さんをシングルファザーで育てたということですか？匠は、離婚後は母親が育てていましたが、匠が中学3年生になったある日、元妻から電話がありました。匠が引きこもりなのよ。家でゲームばっかりしているから、朝起きれなくて、学校へ行かない日も多いの。私が何を言っても反抗期で手に負えないの。あなた何とかして。前に匠を引き取ろうとした時、お前が、私は匠に医者や歯医者になってほしいとは思ってない、私が匠を立派な父親になれる人間に育てますって言ったんちゃうんか。生き死にのことがあったら連絡してきたらええわ。こうして一度は電話を切りましたが、やっぱり父親として放っておいていいわけがないし、そのまま知らん顔をしてたら目覚めが悪いでしょう。だから匠を迎えに行ったんです。それから匠との生活が始まりました。なるほど。それでお金持ちの息子誕生ってわけですね。一般庶民からすると実に羨ましい生活です。実はその頃の匠は現在のお金持ちの息子で見せる顔とは別人でした。部屋にこもって夜中から朝までゲームをして、学校にも行かないし、人との交流もなかったから、とにかく無口で内向的でした。内心はどないなってしまうのやろって不安を感じました。たくみくん、今日は買い物に行こう。今日はゲームするつもりだったのに。実はこのように私が仕事の時には秘書さんがたくみの世話をしてくれていました。秘書さんやスタッフが匠を食事や買い物、遊びに連れ出し、いろいろな経験をさせてくれました。大人と触れ合い、その流れの中での TikTok を始めて、少しずつ匠に変化が見えてきてほっとしました。そして、さらにゲームへの執着を解き放つきっかけを作ったのが、家庭教師の存在でした。お前、なんでそんなにゲームに夢中なんだよ。ゲームの大会で上位になったこともあって、ゲームでは負けないんだ。あー、僕はお前な、ゲームなんてダッサいな。世の中にはもっと面白いことがあるんだよ。一緒に勉強するぞ。たくみさんの家庭教師は令和の虎で有名な美容外科医のドラゴン細いこと細井龍先生だったんですね。たくみさんは TikTok でも受験勉強の様子も発信して、自分を追い込んで見事日本大学松戸歯学部に現役合格したんですよね。引きこもりから歯学部合格とは頑張りましたね。そうなんです。でも実は匠が人気 TikToker となり活躍することで、私の交友関係も広がっているんです。青汁王子こと三崎優太さんもその一人で、青汁王子がブレイキングダウンに出場し眼下底骨折の重傷を負い、その手術を行ったのも私が招集したスーパードクターチームなんです。麻生先生、眼下底骨折の手術の時に以前からある鼻中隔湾曲症の手術をしたいのですが、大学病院だと同日にできないんです。先生のクリニックで手術できますか？うちのクリニックは慶応義塾大学病院医療連携協力医療機関として、慶応義塾大学病院と密接な連携を行っているので可能ですよ。美咲さん、うちの CM に出てくれませんか？僕でよければぜひお手伝いさせてください。こうして AGA スキンクリニックのプロモーションメインキャラクターに美咲さんがなってくれました。ですので今後美咲さんが CM にも登場します。実は僕の前に有名タレントさんの起用が候補に上がっていたんですよね。しかしガーシー法があって、そのタレントさんの起用を見送ったことで僕に白羽の矢が立ったということなんですよね、麻生先生。いや、実はそうなんですよね。そのタレントさんの次に考えていた俳優さんもガーシー法にあって、やっぱり起用できないってなって、
ガシさんにはある意味感謝でもあります。なるほど、そういうつながりでガーシーさんに4000万円を貸すってことになったんですね。本当に麻生先生の男気には感謝します。コラボのお話をいただいたときに、一日でも早く被害者の方にお金を返したいので一時的に立て替えてもらえませんかという僕の提案に、いいですよと快く答えてくださって、本当に僕は感動しました。それで被害者の方が安心して前に進めるのであれば、私は喜んでやりますよ。正直なところ、スタッフや周りの人にも4回止められましたけどね。まあ、周りが止めるのは当たり前ですよ。それに、今僕に会うってリスクがものすごくあって、仕事に影響したり、芸能事務所を敵に回したり、僕の居場所を突き止めたい人に狙われる可能性もある。だから僕は最初、ズームにしますかって投げたんですよね。そうでしたね。まあ、プラスもあればマイナスもあると思うんですが、私は純粋にガーシーさんにお会いしたいなと思ったんですよ。僕は麻生先生の男気に応えなあかんなって思ってます。僕は複数の女性からお金を集めました。そしてそのお金をギャンブルで溶かしました。もう二度とそんなことはしません。 YouTube で真剣に謝罪するガーシーさんは本当に反省しているようですね。みんなに詐欺師や悪党と言われていたガーシーさんだけに、麻生さんが手を差し伸べたことに救いを感じたのかもしれませんね。麻生さんはまさに聖人君子ですね。いえいえ、私は聖人君子ではありませんよ。ん？どうしてそこまで謙遜するんですか？実はガーシーさんのチャンネルを広告効果のある媒体と判断し、広告費と考えてのことですよね。やっぱりそうですよね。ガーシーさんとの最初のコラボで1日で6万人以上登録者が増えましたし、広告費としては高くないですね。麻生先生、さすがです。ガーシーさんも窮地から脱出できるし、何より被害者の皆さんにお金が戻るという、みんながウィンウィンの関係ですね。私の理念は、人を大事にすること。人を大事にしてきた結果、今があり、多くの仲間に恵まれています。これからも、その理念のもと、仲間と共に僕にしかできないことをやっていきたいと考えています。こうやってみると、あのおっさんじゃないわ。麻生さんは本当の苦労も乗り越え、人に優しい人格者なんだな。ガーシーは麻生さんの気持ちに応えて、借金を完済することができるように頑張ってほしいけど、実際どうなんだろうな。そうですね。ここからは先の話なので何とも言えないですが、麻生さんがおっしゃるように、みんながウィンウィンの関係になれるといいですね。